遼寧省は中華民国にかつて存在した省成立当初は法天省と称した。民発の遼寧省は両党半島皮舌下から広蘭天以南の地域であり、域内には日本の咀嚼地であった関東州や特殊権益を有していた南満州鉄道付属地が含まれていた。1930年の調査では、 全省面積は288,518.3平方キロメートル。1934年に中央地質研究所の調査報告によれば25万813平方キロメートルと報告されている。日本の敗戦に伴い国民政府により再設置された両寧省は民発における両寧省の中西部、現在の小足島市南表区及び議県伊東。 通りにれ県及び、秋田府県以南、大鳥城市及び、新品満足自治県異性とされ、東は、安藤省、西は、河北省及び、熱化省、北は、両北省に接し、南は、両東安及び公海に接していた。1911年の侵害革命により、中華民国が成立した後も法天省は、新庁の実行支配が続き、その行政区画も、 信頼の者が踏襲され、東三省総督権法典準部を全省の軍政及び民政の長都市、吉林省及び国立公省を監督していた。1912年7月、東三省総督を法典都督に改編、吉林、国立公の行政組織と分離、1913年には民政庁を新設主軍政と民政の分離が実施された。 1928年12月31日、長学寮等による歴史により、法典省は国民政府に基準、同日国民政府は法典省の設置を指示し、紹介を信用権に設置することが定められた。1929年1月、東北政務委員会が設置され、東北三省に対する国民政府の実行支配が開始され、長学寮が 主任委員に任命され、東北三省の行政事務を管轄することとなった。1929年1月、南京政府国務会議は、法天省を両寧省に解消することを決定2月に正式な解明指示が出され、3月1日より両寧省を正式名称とすることが通達された。1931年の満州事変により、 満州国が設置されたために、中華民国遼寧省は一旦消滅したが、日本の敗戦に伴い満州国が崩壊すると1945年に、再び設置、新用市に紹介が設置された。1947年6月5日には、東北九州の行政区域が正式に交付され、満州国時代の法天省及び、金州省地域が、 両寧省と指定されたが、1948年の両新戦役により、共産党軍の支配下に入っていたため、両寧省が機能した期間は極めて短い。新台は、西木新鋭高道、秋道、臨朝街道、京、大鳥道が設置されていたが、1912年に京大鳥道を除き廃止されている。1913年1月、北京政府が交付した、 各一例により今日、大取り道は廃止となり、小域には、中児道、東ずま児西児道、北路道が設置された。しかし、財政問題より、同年9月には、中児道及び西地道が廃止され、その管轄範囲は、東ずま児南路道、北路道に移管されている。1914年5月、行政区域の調整が行われると同時に、 道名もそれぞれ、両神道、東平道、秋道と解消された。1929年1月、長作林による歴史により、国民政府の行政機構が採用されると、道政は廃止された。1913年1月、臨時大総統により、各一例が発布され、翌月法天省内に設置されていた、府、直霊町、直霊州、町、 州はすべて県に解消された。1915年7月には検査制度が施行されたが、1929年1月の駅誌に伴い国民政府の地方行政制度が施行されたことより、検査制度は廃止されている。1947年6月5日に公布された東北九州活況地名一覧表に基づく。ありがとうございます。